チボダス植物園は、インドネシアのジャワ島西部のチボダス地域の具で、山々6にある植物園である。現在はインドネシア科学研究所が運営している。海抜線3 0 0メートルから1425メートルの高地にあり、約85ヘクタールの広さを持つ。年間の平均気温は約20度で、湿度は81%である。百五十二年に、 ボゴール植物園の学芸員、ヨハネスエリアステースマンが植物園の分園として設立し、その後、植物園の第三代園長、ルードルフス・ヘッフェルがレイアウトを完成させた。亜熱帯の植物の栽培のために高地に設けられた。1854年に、キニーネの生産のためのキナの木が栽培された。この種子は、ユストスカール・ハスカールが南米から持ち出し、 ジャワ島へもたらしたものである。オーストラリア原産のユーカリやヨーロッパのシニオージュが栽培された。320種の卵、289種のサボテン、22種の多肉植物など、約10、0々種の植物が栽培されている。西ジャワ原産の植物の比率は小さい。標本館には5000種ほどの標本が保存されている。卵やサボテンなどを栽培する温室と、 野外展示があり、野外は桜庭園、総類庭園、シャクナゲ庭園、シダ庭園、薬草庭園などに分かれている。2014年に植中植物を栽培するハウスオブネペンテスが新設された。ありがとうございます。